上空から見たハワイ火山観測所ハワイ火山観測所はハワイ島のキラウエアカルデラ周辺部のウエカフナブラフに位置する火山観測所であるハワイの4つの活火山を監視しているそのうちキラウエア火山とマウナロア山はフアラライ山とハレアカラ山に比べて著しく活発であるため観測所の学術研究のほとんどは全2社の火山に集中している ハワイ火山観測所は活発な火山活動の研究における先導者として世界的に名声を博している。ハワイの火山噴火はハワイ式噴火と呼ばれ、性質が比較的に被爆発的であるため、科学者らは身を極度の危険にさらすことなく、進行中の噴火を近くで観察できる。本拠地内には公立のトーマス・エイジャガー博物館がある。 古代ハワイ人の工述歴史だけでなく、何人かの昔の探検者たちが観測記録を残している。ウィリアム・エリス氏は自身の1823年の戦況の旅の日記を付け、タイタスコーン氏は1881年の年間を通して噴火の記録を付けた。科学者らはたびたびこれらの記述の正確さについて討議した。 マサチューセッツ工科大学の卓越した地質学者、トーマス・エイ・ジャガーが1909年にホノルルで講義したとき、彼は実業家のローリン・エイサーストンから、キラウエア火山に常時観測の科学的な火山観測所を建てないかと話を持ちかけられた。それを支援するために、地元の実業家たちがハワイ火山研究協会を設立した。シュカルデラの園にボルケーのハウスを所有していた。 ジョージ・ライカーガスは自身のホテルとレストランの隣接地を提案した。1911年と1912年に小さな小屋がいくつか、ハレマウマウの活動的な主噴気口に近接するカルデラの底に建てられたが、それらの維持は困難であった。より永続的な施設を建てるため、1912年に MIT はエドワード・ホイットニーとキャロライン・ホイットニーの辞書から支援を受けて、 二万五千ドルを追加資金とした。最初の景気類はボル系のハウスの隣の地下室に収められ、その部屋はホイットニー地震学研究室と呼ばれた。近くの捕虜収容所の入所者らが5.5フィートの火山培層を掘り抜いた。巨大な鉄筋コンクリートの壁が構造物の最上部に建てられた小さな建物を支えていた。今では余震の研究でよく知られる。 日本の大森房吉教授は独自の地震計を設計した。この地震計室は、中立史跡の登録番号10525506であり、さらに1974年7月24日には、国家歴史登録材に登録番号7400万292として追加された。 パホイホイ溶岩の資料を採取するハボの火山学者1912年から1919 19年までの間、ハワイ火山観測所はジャガーが個人的に運営していた。多くの重要な事象が記録された一方、先駆者たちとして研究チームは大きな問題にぶつかった。例えば、1913年の地震で壁にひびが入り、水が中に染み込んできたことがあった。また、 自然光を取り入れるつもりの窓から入ってくる熱帯の激しい日射が地下室を熱することとなった。1916年に国立公園に指定されると多くの見学者がやってきて科学者らを困らせたがパークレンジャーが公開講座を引き継いだ。以前に労働力を供給した収容所はキラウエア米軍キャンプにとって変わられた。1919 19年にジャガーは 気象局を説得し、火山観測所での仕事を引き継がせた。1924年に観測所はアメリカ地質調査所に引き継がれ、それ以来ずっとゆすぐすが観測所を運営している。1940年にボルケーノハウスのホテルが全焼すると観測所の休館は取り壊された。ジョージ・ライカーガスはワシントン DC の友人を説得して、 崖からさらに離れたあたりに大きな建物を建てさせ、元の観測所があった場所に新しい大きなホテルを建てることができた。1942年までにボルケーのアブザーバトリーナチュラリストビルディングが公園目録の41番に指定された。しかし、第二次世界大戦の勃発に伴い、その建物は軍司令部として挑発を受けた。ハワイ火山観測所は、 1942年10月から1948年9月までの間41番の建物を使用することを許され、この時に公園の本部となり、今日に至る。約2マイル西方には、ウエカ船として知られる区域があり、そこにナショナルパークミュージアムレクチャーホールが1927年に建てられた。この名は、ハワイ語で大まかに、 涙を流す聖職者を意味し、過去に備え物をする際に使用されたかもしれないことを示している。ハワイ火山観測所は、幾度か建物の改修を経た後、1948年にそこへ移転した。当地は、キラウエア火山の主噴気口にさらに近いところであった。1985年、旧行道の近くにより大きな観測施設が建てられ、旧行道は、博物館と、 一般観覧施設へと回帰した。ジャガー博物館現在は、現代の電子機器がいくつかの地点から地震を監視している。この情報は、インターネット上で即時に提供されており、進行中の噴火を監視する複数のウェブカメラの映像が、ハワイ火山観測所のウェブサイトより生配信されている。観測所のもう一つの重要な機能は、ボックとして知られる。 火山性の大気汚染をもたらす硫黄の排出を監視することである。硫黄の排出やその他の火山性の危機的な自然現象が近隣区域に迫っている場合に観測所は公園局に助言を行う。観測所の本部棟自体は一般公開されていないが隣のトーマスエージャガー博物館が観測所で挙げられた成果を公開している。展示物は 火山及び溶岩に関する全般的な情報から科学的観測機器や火山学者が着用する衣服まで様々である。博物館のいくつかの窓からはキラウエアカルデラとハレマウマウ加工を窓越しに安全に眺めることができる。公開展望デッキではキラウエア火山を24時間観察可能でこの区域の眺望を提供している。現在の蒸気施設は ハワイ火山国立公園内で人気の観光地で、ビジターセンターより、西のクレーターリウムドライブ上に位置している。ありがとうございます。